名古屋城内に立つ、青松葉事件の遺跡非正商用事件は、慶応4年に1月20日から25日にかけて、終わり藩14代藩主、徳川義勝が、藩内において、砂漠派とされた家臣を粛清した事件である。それまで京都で、大政奉還後の政治的処理を行っていた義勝が、関東中陸の直命を受けて帰国した直後に処罰が、実行された。対象者は、 重心から一般藩士にまで及び残首14名、処罰20名に上った。直命が下った背景については諸説ある。終わり藩は徳川後三夜筆頭の立場であったが、慶応3年12月9日の政変に、薩摩藩、芸州藩、越前藩、土佐藩と共に参加し、当時隠居の立場であった徳川吉勝が新政府の議定に、 孫楼上位派家臣のタミヤジョンラが参与に就任した。慶応4年に1月3日には、旧幕府勢力と薩摩、長州ら新政府軍との間で、賭場、伏見の戦いが勃発する。新政府軍は、賭場、伏見の戦いで勝利し、同月4日に、仁和寺宮、吉明新王を政党大将軍に任命、同月7日に、吉野物位闘令を発出したが、名古屋伊藤には、 幕府府大の大名が多く、旧幕府勢力の再度の正常も考えられる、情勢であった。この頃、尾張藩の国元においては、義勝の子で、原藩主の元地を応用して、旧幕府勢力を支援し、薩長と対決しようと、在国家臣を先導する動きがあったという。この動きは在京の藩重臣にも伝達され、義勝は、タミヤやフガロウのなるせただしコエラと協議した結果、 朝廷に対し帰国を願い出たとされる。1月15日、朝廷は吉勝に対し、関と中陸、金国の諸侯を商用し、金納の志を奮発、せしめるため、すなわち、交通の要衝にあたる終わり藩内の砂漠派勢力を粛清し、周辺諸侯を朝廷側につくよう説得するため、帰国を命じた。吉勝は一月十九日に、終わり一宮で一泊した後、 同月20日に名古屋に起業した。同日、過労渡辺新左衛門ら3名が残罪となった。その後25日にかけて粛清が断行され、結果、計14名が残罪、金庫隠居に処せられた家臣は20名に及んだ。処罰を受けた人物には、全藩主、徳川持長に近く、吉勝に批判的な家臣が多く含まれていたが、20日、 および21日に残罪となった、渡辺ら7名は、年来官局の処中の子を付け、異常名詞を、玉物もふとされ、23日以降の処罰者は、年来志不正付け、死を、玉物も等とされるなど、詳細な罪状は明らかにされなかった。前述の旧幕府支援の先導についても、後に編纂された二次資料によるものであり、その真偽は不明である。 前述の帳命に基づき、終わり藩は続いて、家臣を、三河、東東美、駿河、美野、上野など、東海道、中仙道沿道の大名、旗本領に派遣し、新政府教順の証拠として、勤労証書を提出させる活動を繰り広げた。この活動により、任那寺宮、吉明新郎の率いる東西軍は、大きな戦闘を経験することなく進軍することが、 できたと言われる。この事件は、処刑された重心のうちの筆頭角である、渡辺晋在門家の別称が、青松葉とされていたことから、朝風に思いかけなし、青松葉吹き散らされて後方も、なしとの強化が生まれ、青松葉事件と呼ばれるようになった。徳川林聖子研究所の藤田秀明は、資料的制約などから、事件の真相を究明することは、現状では、 非常に困難としながらも、直命の降下時に吉勝は病気で御所に散大しておらず、代わって、タミヤ、ナルセラが、岩倉と美に国情を伝え嘆願し、直死の内容についても熟議した形跡があること、事件で処罰された人物には、砂漠派のみならず、尊上派中のタミヤらの性敵が含まれることから、彼らが岩倉と結託して、吉勝に圧力をかけた可能性が高いと指摘している。 この事件による処罰者は以下の通り、終わりは文久期以来、吉勝と第十五代藩主の徳川持長との二党体制の様相を呈しており、内部対立により幕末の政局にも主体的に関与できない状況が続いてきた。隠居後も家中に影響力を保持する持長とその支持勢力に対し、吉勝を支持してきた不可老。 なるせただしゴエや、タミヤジョンラ・ソン・ら尊ジョイ派グループは、慶応2年末に、持ち長に、一橋徳川家を相続させることで、一派を、反省の中枢から放築することに成功する。その後、兵庫開港問題への対応をめぐり、尊上派内においても、薩摩藩らとの連携を重視し、幕府に強い反省を促そうとするタミやらのグループと、従来同理幕府擁護の立場を堅持するグループとの、 間の確執が表面化する。大政奉還を契機として、幕府擁護グループは失脚し、タミヤらの主導により、尾張藩は王政復古政変に参画。タミヤと共に、一派の庭淳太郎、田中邦之助、荒川人作、林左門の5名が新政府の参与に就任する。タミヤは参与就任後の12月10日に、尾張藩の年寄り下半に任せられ、 反省を指導する立場についた。他方で、吉勝自身においては、尊能思想を有し、頑強な上位意見の持ち主であったものの、徳川も三夜の筆頭として、宗家を保育する意識も強く有しており、これは大政奉還や王政復興以後も変わることはなかった。吉勝は、大政奉還後、将軍を保育できなかったことの食材として、 官以降脱の願書を朝廷に提出しており、王政復興後も、吉信の支流であることを理由に異議停職の辞任を申し出たほか、新政府から時間のうちを要求された吉信に対し、終わり半量を総家に返還する意向まで表明している。また、販売的で価格も異なる薩摩藩らとの連携に吉勝はもともと積極的ではなく、むしろ同伴と通じて、 幕府を軽蔑するような傾向が見られるタミヤや、近鉄組の動向を危険視しており、慶応3年7月頃には、タミヤの幕名発出を、京都諸市大の松平定明に依頼するなど、両者の関係は、必ずしも一枚板と呼べるものではなかった。吉勝同様、幕府との良好な関係を重視する傾向は、過信団においても根強く、政復古政変直後、藩内では、 徳川義信を排斥して、議定に就任した、吉勝の行動をいぶかる声があり、無断で状況を図る者も,も相次ぐ状況にあった。青松葉事件のきっかけとなった直命は、このような状況のもとで発出されたものであった。その後、朝廷は事件の行き過ぎを反省したとされ、明治3年に大社を発令して、渡辺新左衛門ら14人の名誉を回復し、 家族に食録を与えた。後年、吉勝による北海道薬物町開拓のため移住した、氏族たちは、京都にいた吉勝に、尾張藩の情勢を告げたとされる観察、吉田智之をはじめ、この事件に関係したものも多い。1908年頃、徳川義地は養子に入った、尾張徳川家で、徳川義勝の日記のうち、慶応三年明治元年分が欠落していて、 焼却された跡があり、また父、松平春学の日記でも、同期間が空白になっていることに気づき、当時を知る、旧藩士に質問しても、事情を教えてもらえず、三世紀辞略などの終わり、徳川家の文献資料から、事件の存在を知ったとされる。このことは吉地下が、徳川林生士研究所を設立する契機にもなり、吉地下は1976年に没するまで、 事件の研究をライフワークにしていた。死去の前年、吉地下は事件について、水谷も光は丹念に資料を収集しているが事件が発生した、理由が解明されていないと表し、事件は、藩内の内紛ではなく、証明を受けた政治的暴力事件だったとしている。なお、作家の城山三郎はこの事件を元にした、小説、 冬の派閥を1981年に連載している。ありがとうございます。